で今もう全部で10品出してありますので、そのボタンを押してもらおうかなというふうに思います。これで、ショップが公開をされました。今年9月、市内の老舗呉服店が手ぬぐいのネット販売を開始。このインターネットを利用した販売、いわゆる EC サイトへ商品の出品を支援したのは、市立船橋高校商業科の生徒たちです。授業を普通に座って勉強しているよりも経済とかをそうやって学んだりできたので、すごい良かったなって。やっぱりビジネスの過酷さ、厳しさ、これを学びました。時代を担う高校生が町の活性化に乗り出しました。で EC ショップの難しさもそうですし、また面白さなんかも気づいて積極的になってくれたなっていうのが印象ですね。地元事業者と向き合い、販売に向けて奮闘する高校生たちに迫ります。コロナ禍でネットショッピングの利用者が増える中、船橋市は EC サイトの運営会社と連携し、市内事業者に向けて EC の活用を支援しています。今回の船橋シティニュースは、地元事業者の EC 化に向けた取り組みを支援する市立船橋高校商業科の生徒たちの挑戦を特集でお伝えします。吹奏楽部の実話をもとにした映画、20歳のソウルに、15年ぶりの野球部甲子園出場。今年話題を集めた市立船橋高校で、商業科の2年生が地域のために取り組んできたもの。それは、全国で初となる EC サービスメルカリショップスを利用した事業者の高校生による販路開拓支援です。市と連携協定を結んでいるフリマアプリを運営する株式会社メルカリと、グループ会社の株式会社創造との連携事業の一環として進められてきました。お店のショップスをメルカリで立ち上げられるっていうことがあるのを初めて知りました。売れ行きとかも考えてやるのがすごい難しいなって思いました。 EC 化支援には商業科のビジネス経済とマーケティングを専攻する2年生21人が参加。生徒たちをまとめるのは商業科の宇永上裕太教諭です。商業科の取り組みとしては、いろんな事業者さんだったりとか、いろんな企業の方に入っていただいて事業をやっていくっていうのが今一番のやりたいことでもありますし、そこにちょうどメルカリさんがマッチして、今の時代に合った教育ができると思って今回は取り入れました。商業科では2013年度にも当時の2年生が栄養補助食品メーカーと共同開発したスポーツドリンク、いちふなアスリートウォーターを発売した実績があります。メルカリで一番今売れているのはエンタメホビー。 EC 化支援の授業は5月からスタート。株式会社メルカリの高橋良平さんらが講師となり、EC サイトを運営するための知識やネット販売の注意事項などを学びました。この授業の一番のポイントっていうのは、実際にお店のホームページを作ってそこで EC 販売をするっていうところが肝でして、彼らには高校生ではあるんですけど、プロとしてやってくださいみたいなことは常に言っていてですね、そういう意識が少しずつついてきたかなというふうに思います。第一クールとして本町でおよそ150年の歴史を持つ和装専門店森田呉服店の販売戦略の検討を始めました。生徒たちは実際にお店を訪れ、取り扱っている商品やお店が持つ課題などを調査し、販売方法を考え提案します。 EC ショップでの購入者を増やすためには SNS を活用した発信が必要です。オリジナル商品は原価率が低く販売利益が大きいこともあり、できるだけ高い売り上げが上がるようにしていきたいです。アイデアを出し合った結果、
豊富な種類が揃えられている手ぬぐいに着目し、船橋をモチーフにしたものや季節感があるものなどをセットで販売しています。事業者は新たな販路開拓によって売り上げの増加を狙います。ネットショップやるにあたってやり方が分からないってことだったんですけど、全部生徒さんがこう提案してくれてやってくれてるんで、その点は楽でしたね。見ている方の反応もいいようで、そのセット販売の商品に結構注文いただいてます。9月下旬、生徒たちは新たに販売を行うため店を訪れていました。第2クールはチームに分かれて森田呉服店を含めた5つの事業者のネットショップを開設します。夏見台にあるバッティングセンター打撃屋を運営する株式会社ビレイトは、他にもスポーツ用品の販売や野球スクール、整骨院などを手掛けています。これが黒なんだけど王冠でかっこいいっすね、はい、生徒たちが目をつけたのは品質が良くコストパフォーマンスに優れているオリジナルブランドの野球グローブ、フィレイターです。自分だけのグローブっていうのを作れるような感じを目指してやってます。細かくオーダーが全部できて、うん、それでも値段は変わらない。変わらないです。普段からグローブを使う現役の野球部員が担当することによって、消費者に寄り添った売り上げにつながるヒントを見つけます。草野球の人だったりとか、あとはまあ高校の指導者さんとか、そういうところにいいねって言ってもらえて購入につながってるってケースが多いですかね。他の会社になるとその革の手入れだったりその変えたりすることによって、まあ、値段がどんどん高くなってしまうんですけど、まあ、そのビレートさんは選手目線でとても動いてくれているので、いい会社だなと思いました。高校生とか実際使ってもらう子たちにこういうふうにお話を聞きながら意見を聞けるっていうのはとても貴重な機会だなと思ってます。一方、こちらは14号線沿いにあるフレンチカフェレストラン、ル・カフェ・ドゥ・ポムです。本格フレンチが味わえるほか、船橋の特産品を使ったシェフ手作りのコンフィチュールが人気で、船橋の梨を使った梨っ子は2019年度の船橋セレクションに認証されています。メルカリショップスだと送料とか箱のお金とかでちょっと上がってしまうことがあるんですけど、それでも大丈夫かなっていう。そうですね、仕方ないですもんね。そこがやっぱりどう考えてくれるね。ネット販売に適したものや新たな商品の開発など、オーナーシェフの松崎雅子さんとさまざまな意見を交わしました。パンケーキミックスとか家で作れる、そうそう、あれね、もちもちして美味しいです。今までになかった組み合わせとかおまけをつけてみたりとか、そういう点でカバーできたらいいなって思っています。船橋のものを使った商材があるので、ぜひその船橋を知っていただける機会にはなるかなと思いました。限られた時間ですけど、ちょっとこうなんていうか、まあ、私も全力で向き合ってやっていきたいなと思ってます。その他、味や品質の高さで人気が高い江戸前船橋純締め鈴木でおなじみの海光物産株式会社と、独自の海苔釜機で焼き上げた石焼き海苔を製造する株式会社金賞茶茶にも生徒たちは訪れ、事業者からのリクエストを受けながら戦略を立てていきました。金賞茶茶のさんのグループの方から、はい、スタートしますのでよろしくお願いします。10月中旬、事業者の人たちを前に試行錯誤を繰り返しながら練った販売戦略のアイディアを発表します。販売戦略の一つ目は石焼き海苔のブランド化です。ターゲットごとにセット販売することで幅広い客層に石焼き海苔の良さを伝えます。海光物産一押し商品の新締めと野締めを食べ比べて、新締めの品質の良さを知ってもらうためセット販売をします。
お店の魅力であるコンフィチュールからパンケーキに合う味を私たちで選びました。 YouTube ではおすすめの食べ方や商品紹介などの動画を上げていきます。ネット上でいきなり購入するというのは私たちためらいがあります。そこで考えたのが、希望の型番のグローブのサンプルを発送し、試用していただき確かめていただいてから購入するのかを判断してもらいたいということです。商品のカタログ化についてです。森田呉服店で取り扱われている多くの手ぬぐいをカタログとして見ることができ、手に取りやすいのではないかと考えました。食べ比べセットにして販売しようという案は我々の中では全く出てこないものだったので、それもすごいいいアイデアかなというふうに思っております。我々の古い、考え方を全く参考にしないでです、新しい感覚で、提案していただけたらなと、期待しております。今月1日、1週間後に迫った最終プレゼンテーションとメルカリショップスの公開に向け、写真撮影や資料作成に全力を注いでいました。瞬締めはなんかちょっと大人が食べそうな、なんか大人の味がして。そしたらその一番強いメッセージを一番大きく使いたいよね。もう見違えるように成長してくれてると思いますし、もう顔つきが違いますよね。最近の子どもたちっていうのはやっぱりこう IT 機器を使うのもものすごく慣れているので、そういった意味では、その分野によっては大人を超えるですね、そういう仕事をしてくれるようになってきてるんじゃないかなというふうに思います。11月7日、事業者と市船との連携によりメルカリショップスで商品が公開され、市船ブランドの後押しとともに船橋の誇る名産が全国に発信されました。市船生にとって地元の事業者と協力して EC 販売を行った経験は将来に向けて大きな自信となりました。ビジネスについて大人が考えるようなことを自分たちの高校生という年代ができたということはとても光栄に思っています。社会に出ても活かせるといいなと思います。この事業を通して船橋の開港物産の魅力を知ることができましたし、船橋の人にたくさん広めていきたいなと思ってます。考える力だとか協力していくところとかは、仕事に就いた時も非常に大事になると思うので、今後につながっていくんじゃないかなと思います。ネットショップを開設するまでの努力が形となって発信されています。生徒たちによる活動は2学期で終わりになりますが、引き続き事業者が運営するということです。今後も市船のスポーツはもちろん商業化の取り組みからも目が離せませんね。では最後にお知らせです。市では2050年ゼロカーボンの実現に向け、今年の8月1日以降、現在利用の電力を再生可能エネルギー 100% 電力に切り替えた方を対象に、船橋産コシヒカリや船橋産野菜を使ったお菓子をプレゼントする再エネ切り替えキャンペーンが今月30日まで実施されています。12月1日は世界エイズデーです。今年度のキャンペーンテーマは、この街で暮らしている私もあなたも、12月1日は世界エイズデー。船橋市保健所では今月18日から来月2日まで1階ロビーでパネル展示をします。また HIV 感染の無料検査は船橋市保健所ホームページエイズ検査から匿名でお申し込みできます。今月27日日曜日の午前9時より、大地震の発生を想定した一斉行動訓練が行われます。姿勢を低くし頭を守り、揺れが収まるまで動かないという身を守るための3つの安全行動を1分間実践するものです。当日は防災行政無線や船橋情報メール、市公式アプリフナップなどで訓練開始の合図があります。地震発生時はまず自分の身を守ることが大切です。万が一に備え実践してみてください。それでは今回はこの辺で失礼いたします。